い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル日産スカイライン HT2000 ターボ RS を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル日産スカイライン HT2000 ターボ RS です。ボディカラーの方はグレーのメタリックとブラックのツートンカラーだね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。ウインカーの部分とかフォグの部分もしっかり塗り分けがされてるね。さすがトミカプレミアムらしくて、グリル周りもすごく細かな作りになってます。で、ボンネットの方を見ていくと、この部分にちょっと見づらいけどプリントがされてるんだね。で、ルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。で、助手席側を見ていくと、この部分に RS ターボってプリントがされてて、この部分にも RS っていうエンブレムがプリントされてるね。ボディの形もちょっと角張ってて、ツートンカラーっていうのがなんか懐かしいね。ホイールの部分もすごく細かな作りになっててかっこいいです。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。テールランプの部分はレッドのクリアパーツになってます。で、ナンバープレートのところはスカイライン RS ターボってプリントがされてるね。マフラーの部分もシルバーで塗り分けがされてていい感じになってます。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。で、後ろの方を見ていくとリアスポイラーの部分はボディと一体形成になってるんだね。ブラックの塗装がされてていい感じだね。で、上の方を見ていくと、上から見るとよりこの角張ったボディラインがよく見えるね。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとダッシュボードがブラックで見づらいけど、シフトノブのあたりもしっかり作られてるね。運転席側から見るとシートのカラーリングはグレーになってます。このあたりもいい感じだね。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、あとアクションはこの左右ドアの開閉だね。で、後ろの方を見ていくと日産スカイライン HT2000 ターボ RS 2016年の車種になってます。で、こうやって見ていくとやっぱりこの時代を感じる角張ったボディラインっていうのは今見ると新鮮な感じだね。シルバーのメタリックとブラックのツートンカラーが懐かしさを感じるね。で、スカイライン HT2000 ターボ RS っていうともう名車中の名車だね。かっこいいデザインになってると思います。箱の方は正面のパッケージにスカイラインのイラストだね。この部分にはタカラトミーモールオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じになってるね。で、この部分に日産のオフィシャルライセンスがプリントされてます。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル日産スカイライン HT2000 ターボ RS を紹介しました。で、このスカイライン HT2000 ターボ RS っていうともう名車だね。今は街で走ってる車を見ないと思うけど、こういった角張ったボディラインとシルバーのメタリックとブラックのツートンカラーっていうのが懐かしいね。フロントのグリル周りとかリアのテールランプのあたりとかホイールのデザインもすごく細かな作りでかっこよかったです。で、このモデルはタカラトミーモールオリジナルのボディカラーだけど、通常ラインナップ品でも発売されてるね。通常ラインナップの方はボディカラーがレッドだったかな。ホイールのカラーリングもかっこよかったのでまたチェックしてみたいと思います。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。